はい、どうもゆたです。本日は、何をやるかと言いますと、インタークーラーの、あのターボホース、エルボーホースですね。あの90度のこうエルボーのホースが、純正のやつって皆さんいくらか知ってます？5万以上するらしいんですよ。で、結構そこのトラブル抱えてる WRX、インプノリ結構多いと思うんですよね。で、それ5万以上するんで、あのポンポンと交換するわけにもいかないじゃないですか。で、ホース類、ゴム類っていうのは結構純正パーツが好きではあるんですけど、またこう結構脱着したりするとほつれてきたり、ちょっと避けてきたりっていうことにもなるんで、ちょっと、そこのパーツで社外で一番多いって言ったら多分サムコさんだと思うんですけど、今回はちょっとサムコの、ホースを買ってみました。で、まあ漏れたら漏れたで、もう純正の新品をおとなしく買えばいいかなっていう感じなんで、で、一応ミンカラだとかツイッターであのお話聞いた感じ、全然大丈夫ですよっていう感じの方が多かったんで、今回はちょっとそちらを使ってみたいかなという感じです。はい、まあ結構ね、インタークーラーの脱着コツがいるんで、なかなかね、うまく入んない、ターボのところに入らない人はこう結構グリグリやって、先っちょからちょっとね、どんどんダメージが来る感じだと思うんで、はい。で、一応まあオイルも通る、ブロバイが通るんで、耐油性のやつがいいんじゃないかなと。で、普通のシリコンホースっていくらでもエルボーの売ってるんですけど、耐油って結構買うのに調べたんですね。そしたらサムコのぐらいしかあんまり見つけられなくて、他にももちろんいっぱいあるんですけど、エルボーホースってあんまりガソリンだとかオイル OK っていうのはサムコぐらいしかなかったかなと。もしかしたら他に多分あると思うんですけど、ちょっと僕が探した感じなかったんで、一応サムコにしました。で、3点セットホースで2万ぐらいでした。エルボー単品だと多分6000円とか7000円で買えるとは思うんですけど、それだとちょっと在庫なかったんで、あのインプレッサーの3点セット用 VAB 用 JRB とかのやつを買いました。で、ホース変えるだけだとちょっとつまんないんで、インタークーラー掃除します。で、もうね、この車5年以上経ってるんで、で、まあそこそこね、チューニング、まあ減車とかしたりね、ブーストも結構かけてるんで、で、単造ピストンなんで結構ブローバイとかもインタークーラーにもしかしたら汚れがすごいかもしれないんで、ちょっとそちらも見てみましょう。はい、ホースはこちらですね。GRB と 2.5 用ターボホースキット。これが上のが品番になってます。で、一応これ4層構造みたいになってますね。で、これ普通の90度かと思ったら、ちょっとここがね、クイッて曲がってて、やっぱ普通のエルボーっていうよりかは、ほんと WRX 用に作られてるんだなっていうのを感じますね。はい。はい、今外しました。で、インタクラの脱着はね、もう皆さんいろんな動画で見てもらってると思うんで、特に見せなくてもいいかなと。で、こちら。エルボーホースがね、外してみたらすんごいことになってました。
はい、これはやばいだろっていう感じで。でね、こっちのねスロットルの方はね、ちょっとオイルが結構にじんでて、結構なんかオイル回ってるっぽいんだよね。なんでだろう。でこれ多分 PCV だと思うんですけど、 PCV 周りもちょっとにじんでます。はい、はい、これが取り外した現状でございます。ターボコースのこんな感じでね、こうやったまんま多分取り付けされてて、多分まあこの辺から完全に漏れるだろうね。うん、多分皆さんここら辺結構避けてこういう感じの方多いと思うんで、こういう感じになってる方はぜひお取り替えをおすすめしたいと思います。はい、なんかね、自分の車すごい生ガス臭いっていうか、排ガスが未燃焼の匂いがものすごくて、あの踏み返しの時にどっからの匂いのなのかなってずっと思ってて、ここの可能性ってあるかな。あとタービン側のホースバンドの方も多分ちょっとずれて緩んでんのかわかんないけど、今ちょっといろいろ点検してるんですけど、ちょっと怪しいんですよね。これか、そこのバンドがこういう感じでずれてて、ちょっとそこも締め直そうかなと。きっちり、はい、すごいね。ここを切るって言ってる人多いんですけど、切んなくてもいけそうな気はしてます。で、裏もこんなになっちゃってて、裏は飛び石来ないんだけどね。で、中はねちょっと今掃除しちゃったんで、入り口だけ結構汚かったです。こうやって見ると汚れはなさそうに見えますけど、多分結構汚れてると思います。で、洗浄方法は一応パーツクリーナー、よし、出なくなった。よし、これでシェイクだね。ガムテープの粘着ってやばいかな。よし、1回目はとりあえずこんなもんで、じゃあ流してみよう。うわ、きっとね、なんだ、下に溜まっちゃってんのかな、これ。うわ、きっとね、すごい、なんかもうじゃ砂利じゃないけど、あるね、カスが。よいしょ。
2回目はね、ちょっと2本入れました。さっきよりだいぶ色が薄いね。ちょっと汚れが分かんないね。おお、こんな感じです。結構汚いっす。今一応こんな感じで着きました。今ね、ちょっとね、インタープラー踏んづけられちゃって、ここがちょっとクラックっぽいのと、ここがちょっと一部だけ剥がれました。これって大丈夫なのかな？漏れちゃうのかな？ちょっと傷があります。が終わりまして、でちょっとね、こっから見るとまあ普通に入ってるように見えるんですけど、この下側がねちょっとあまり深く入っていなくて、噛み合わせがちょっとまあまたここ最近で外す予定があるので、とりあえず今これで。多分エルボーの向きを変えると入りやすくなるのか、ちょっとねこういう感じで右にずれてるんですよ、インタークーラーが。こういう感じでちょっと入れにくい状態で、ここもちょっと微妙なんで、やっぱこれが社外ホースっていうことなのかなっていうのは思いますね。でもう一個ホースあるんですけど、ちょっとこっちは別に変えなくてもいいかなっていうので、一応まあストックしておこうかなっていう感じです。という感じで、インタークーラーホースの交換と、インタークーラーのお掃除ですね、はい、の動画でした。はい